続けてでです。内山 VS 慎吾、エリザベス VS 真田美穂。まずはタラトスを働かせてのマハブクダイン2C が2回3回に決まるコンボ、セットプレーです。ここから受け身を取らなきゃ、ずっと DC。 タラトス頑張れ。 2B タイプ恐怖状態はなんとか耐えた。そして画面足エリザベス体力が少ないだけではなく切り返しも死ぬほど弱い。この攻めで決まってしまうか。ゴミカード離れて暴れつぶしから逆ギレスカリバーストガード、やっちまった。ただゲージがないのでまだ残る。しかし完全状態から裏 SP ダックコーク、勝負かけに来ましたね。第1ラウンドは慎吾、第2ラウンドまずは内山、遠距離からペルソナのタラトスを使わせてセットプレーに期待。逆ギレヒットからは魅了だったラオト入れ替わった。ガルが当たる。この技が実に強い。実はここは最後までガードして確定反撃からのワンコンボ落として 2A で拾う素晴らしいコンボテクニック。ここは受け身狩りだったが対策してますね。タナトスの連携に対してきっちりと上を合わせていきます。ここはお互い様子見、画面端は逃れていきたいが抑え込む信号入れ替えた。バーストはこのコンボでは効きません。あそこバーストやったらダメなんですよね。これが P3 の最終ボスの力と言うんですか。内山取り返しの 1-1 第3ラウンド開幕、お互いバーストがない、慎重に行きたい開幕だが投げが通る。リーチだがリーチなんだよ、リーチなんですよ。この体力エリザベスは体力が少ない。逆切れ投げ抜け、エリザベスの逆切れは投げなので抜けられます。投げ通ってしまう。バースト強要、ここからガル逆切れ透かしてワンコンボ補正切りは抑えていきます。2C ガード暴れつぶし、 2C 通った。だがコンボミスか。 2B タイプだがチョーク状態からもうワンコンボこれいっちゃうんじゃないですか。戻した体力込め、まあ状態残るが5点、残っている。しかしクイックエスケープを呼んで勝ったのは